am Brianna Gibson. Hello, my name is Rodney Lam. みなさん、こんにちは。ようこそ、私たちの料理番組です。今日はオムライスを作ることにしました。はい、そうですよ。ここの机の上に材料があります。みなさんにこの材料を見せてください。はい、12個卵があります。日本に買い物しに行った時に、卵を食べていた女の人から買いました。そして1個玉ねぎとトウモロコシとグリーンピースと人参とキノコがありますよ。この材料が新鮮なのですか？もちろんよ。着きた前にスーパーに買いに行きましたのです。ああ、いいですね。でもエプロンを着るのが忘れないでください。え、でも私は今エプロンを着ていますよ。あなたに話しています。何？じゃあ料理を始めましょう。キッチンに連れて行ってください。あ、こっちです。はい、まず手を洗うことになっている。子供の時に洗わなかった後で病気になったんです。はい、次、卵を割って強く割ってます。ブリちゃん、片手で卵を割ることができますか？多分全然しませんでしたのでできませんね。やったー、よかった。少し心配していました。卵を割っている時にお箸やフィッパーやフォークで使うのが大丈夫ですよ。野菜を切ってフライパンに入れます。すごい料理をしていますよ。野菜を終わった後で次はご飯に入れてチャーハンになります。今、卵を大切に料理して、卵がオムレツになっています。ちょっと大変ですね。じゃあ、多分手伝うのが欲しいのです。美味しくみたいですね。でも、あなたに信じていますので、自分で大丈夫ですよ。ありがとうですか。でも、できません。でも、大丈夫ですよ。美味しくなります。はい、チャーハンです。これとも入れてください。いいですね、頑張りましょう。じゃあ、ロッタン、どうしてオムライスを作ることにしたんですか？はい、そうですね。日本の中でメイドカフェがあって、オムライスがとっても人気の食べ物です。あ、そうですか。日本に行った時に、よくオムライスをメイドカフェでも食べたのが好きなんです。この写真を2019年に日本にいてメイドと写真を撮って見てください。あ、かわいいですね。私の日本人の友達はオムライスを食べるのが大好きです。あ、そう。
そうですか。そして日本の中でいろいろなオムライスのレシピがあります。全部美味しいですね。ああ、そうですね。でも私たちのレシピの方が一番美味しいですよ。そして皆さん、このオムライスはうちで簡単に作りますよ。なるほどね。日本人はよく弁当に卵の料理を作ります。それじゃ食べましょう。わ、美味しいです。はい、見ていて、ありがとうございました。バイバイ。